はいどうもこんにちは、クイズの研修長の伊沢です。記事でうちのライターの小島くんがメントスコーラを別の材料を使ってやれんのかみたいな記事を書いてくれて、じゃあ実際実験してみようじゃない。あの記事によると合成甘味料が液汁のとこに入ってて、でかつ入れるものが多孔質っつっていっぱい穴がプス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 開いてるようなやつだといいっつ、じゃあなんか代替物あるんじゃないみたいな材料買ってきてですね、実際にやってみたいと思います。今回メントスコーラ最強決定戦に参加するメンバーを紹介しましょう。液体側はゼロカロリーの炭酸を集めてみました。ゼロカロリーのものは砂糖の代わりに人工甘味料が使われているためです。固体側は多孔質とされている品々、まずはこちら樹木の養分の通り道が全て穴として残っている木炭です。続いてこちら、穴が多すぎて軽いことから名前がついた軽石です。最後はこちら、沸騰石の材料としてよく用いられる素焼きです。沸騰石は沸騰しやすくする、つまり泡が出やすくなるように入れられるものなので、メントスコーラを起こすには最適な材料なのではないでしょうか。これらで実験して液体側と固体側それぞれの最強を決定いたします。まさか白衣を再び着る時が来ようとはこの中で最強のマッチングを見つけたいと思います。まずは普通のメントスコーラですね。何をするにしても実験には比較材料が必要ですから、さあ実験の幕開けです。おお、あ、まあ普通っすね。リアクションを取るべきところですが、まあ普通っすね。じゃあ行きまーす。速攻で入れる。おお、やっぱ強い。軽い火ぐらい。ああ、落ちる落ちる落ちる。おお、表面張力でここで保って。行ってみましょう。お、来た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 。あ、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。おおお、これメッツのレモンスカッシュすごいんじゃない。しかも反応がめっちゃ見やすい。これこれ入れる。はい、おお、運気が強い。おお、運気が強い。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、ということで液体の側はね大体同じだったんで、今度は固体で差をつけていきたいなと思います。はい、ということで炭を入れてみましょう。いっぱい穴が開いてるはずですからね。燃えて炭になった状態ですから。あ、よしよし、弱っ。がっかりやん。ちょっと弱すぎじゃない？ダメなんだ。一応なってはいるっすですよね。セリアがい、そう、う、え、え、何？時間さ、しかも勢いが結構落ちない、落ちないとか強まってんじゃない。これすごっ。はい、ということで外してみるとこんな感じですね。結構減ったね。結構減ってますね。最初の何も起こらない感考えたら全然いいね。詰まってるものが出てそれから反応したってことかってことかもしれないですね。はい、続いては軽石を入れます。はい、軽石もね、かなり、まあ軽い石だけあってね、スカスカですから、はい、多孔質として期待できるんじゃないでしょうか。お風呂場とかでも使える軽石ですね。はい、角質取ったりするのに使う軽石。まあ、ザラザラしてる。はい、ちょっとザラザラしてて、すげえ軽い。えい、おお、行きそうな雰囲気を見せつつ、そんなにいかない。全然だよ。でもね、あれですよ、他の例がありますからね。次に、あー、軽すぎて沈まない軽石。え、あ、水に浮くの？ここに浮いてる軽石は、まあメントスコーラは怒ってはいるけど、はい、パワーは全然ない。はい、続いては素焼きですね。はい、これだから植木鉢とかに使うやつだね。はい、以下の実験で使う沸騰を促すための沸騰石に使われるぐらい多孔質の代表選手ですね。はい、メントスよりなんかいけそうな気するけど、うん、さあ、いける。おおおおおお、ファール。すごい、なんかメントスと同じ時の同じ感じしましたね、今。メントスはね、こんな感じ。まあ、ちょっとメントスの方が強かったかな。でも、この高さはメントスコーラバトルにおいては結構大差や。やっぱメントス強いね。やっぱ合成甘味料の強いなんかね。かもしれないですね。じゃあ、合成甘味料そのものを入れてみますか。おう、やってみましょう。はいはい、じゃあもう次は思い切った決断で人工的な甘さを詰めた、ね、重さはもうさっきのやつとそんなに変わんないというものを入れてみて、果たして効果があるのか。はい、これだけで反応するのかどうか。そうですね。じゃあ一発やってみますか。はい、おお、反応しましたね。しかも結構高さもいい。すごい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 、結構反応した。結構きましたね。ああ、でもそう、素焼きぐらいはいってんじゃない。これメントですね。一応素焼きも持ってきます。素焼き、あ、でも素焼きよりちょっと強い。
ビサだけどね。ほぼ素焼きかな。うん。はい、じゃあ、多孔質最強の素焼きと、人工カミューレ最強の、もう人工カミューレの塊。はい。を両方同時に入れたら、メントスにも勝てるんじゃないかと。うん。王者を倒せるんじゃないかということでね。この2つでやってみたいと思います。はい、ただ分量はね、ある程度合わせなきゃいけないから、はい、素焼きのさっきよりちっちゃいやつと音声甘味料半分をほぼ同時入れしてどうなるかっていうのを見ていきたい。これで果たしてメントスに勝てるのか、いきますよ。同時にいけいけ、おお、高い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 が、長くは反応してない。あ、でもベルトの下まではかなり来ましたね。これはまあ成功の部類でしょう。でもやっぱこの形式はさ、あれだね、吹き出しちゃうね、どうしても人工甘味料が、うん、そうです。完璧に反応させるってのは無理だから、メントスが強いのは固体であれをぶち込んでるから、人工甘味料が中に残って反応し続けるって、ちゃんと重さのある、まあ、そう、重さのある人工甘味料だから残り続けることもできるし、穴も使ったり、多孔質と人工甘味料の性質両方持ってる。はい、これがメントス入りです。比較してみると、お、若干メントス強いかなぐらいかな。これまだ反応してるからね、最終的にはほぼメントスと同時ぐらいにはなれた。うん、メントスと同じぐらいのパワーにはなれたのか。だからでも逆に言えば素焼きと人工甘味料をグッと入れないとダメってことだね。結論、メントスってすげえ。でもこれのために設計されたと、そうね、考えられるぐらいの、メントスガイザーのためにメントス作られてるかもしれないそれだけやっぱ相性がいいんでしょうね。そうですよね。メントス上回るものはとりあえず今ここでできたことではない、作れなかったってことですからね。結構考えて作ってるのになかったからね。はい、東大生でも作れない。そう、メントス最強、メントス万歳メントス万歳。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。そして今日の一問はこちら。問題が解けたという方、答えが気になるという方は概要欄のリンクから記事も見てみてください。ということで今回の動画はここまで。さようなら、ありがとうございました。